千年前、邪神ヤマタノオロチは斬新場にて神々に審判を下した。邪神の汚れの影響を受け、神々は正気を失ってしまった。高天ヶ原が今にも崩壊しようという時、アマテラスは汚れを一身に背負い、邪神に立ち向かった。ここは私の意識の中、そして私を捕らえる檻でもあります。光をたたえ、命は芽生えます。世にあふれる命たちは生まれた時から存在の意義を探し求め続けています。私も例外ではありません。創造は私の権能であると同時に、私の誇りでもありました。アマテラスよ、創造の力を授けるわ。その果実である世界を捧げなさい。私を眠りから目覚めさせないように、時折汚れは私の意識を犯そうと試みるのです。その時が来たならば、私は幾千万の命のために母神に立ち向かいましょう。ならばまずは己の罪を認めることからだ。私の半身を共に砕け散りなさい。そろそろこの長い夢から覚めるときね。